はい、皆さんこんにちは、こんばんは。小さな巨人兼学ラン戦士ゆきやです。さて、本日は新年も始まったということで、今年の目標とかモットーとか、なんかそんな今年の意気込みみたいなお話をしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで話していくんですけど、まあ、今年もね、2021年ですか、始まりました。ということで、2021年もね、なんかこんな感じでやりたいなみたいなことをお話ししていこうと思うんですけど、まあ根本的スタンスはね、まあ今年も変わらず、アイドルっていう文化というか、アイドルっていうものを主軸に、この YouTube をね、また動画をこうやって投稿していって、アップロードしていってってやっていければいいなっていうのを一番考えてます。これはもうぶれずやっていきたいなっていう部分で、なんていうのかな、まあ、その YouTube をやっていく中で、今まで48グループとかにじますって言って、自分の本当に現場に通ってってるアイドルだけを、なんだろう、押していくみたいなのがすごい多かったんですけど、今年はもうちょっとそういう、会に行ってなくとも注目してるアイドル、昔やってたあのネクストブレイクアイドルみたいな感じのアイドルをもっと会に出していったりとか、なんだろう、まあ他のアイドルも絡みに行けたら本当はもっといいのかなって思うんですけど、なかなか、まあまだこのね、社会情勢上難しいとは思うので、まあ会いに行けずとも、まあ推しの子がいたりとかするグループもあるし、まあこの後ね、ちょっと去年撮った動画も上がると思うんで、まあそういうのも含めて、どんどんまた自分の好きなものっていうのを形にしていけるような、そんな動画のコンテンツを作っていけたらなって思ってるのが一つで、二つ目はいつも通り女子力系の方向性として、まあ2年連続でまあモットーを立ててましたよね、多分この動画で言ってると思うんですけど、まあ2つ、可愛いは作れると、誰にだって可愛くなる権利があるって言って、まあ1年2年とやってきたんですけど、で今年3年目はちょっと方向性をね、広く捉えて、可愛いを具現化するをモットーにやっていきたいと思います。まあ言葉で言うのは簡単なんで、毎年簡単な言葉で言っているけども、別に動画にもしてないし、そんなに何か表立った動きをしているわけではないんですけど、動画にしていくっていう意味も込めて、ほんとメイク動画だったりとか、使ってるコスメだったり、スキンケア道具だったり、まあ、前回の動画でも言いましたけど、そういうものもなんか皆さんにこういうのやってますよっていうのを言えるような状況にしていけたらいいなっていうのが一番思ってます。まあ、そこでまたね、こういう試みしてますみたいな話ももっとどん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 していけたらいいんじゃないかなって思うし、男として生きる中で作り出せるその可愛いっていうもの、まあもう本当にプロでね、女装されてる方々とかにはとても及ばないんですけれども、まあ、自分の思う可愛い、自分が作り出せる可愛いっていうものをもっとアウトプットというか、皆さんにお見せしていけたらいいんじゃないかなっていうのが今年のやりたいことかなって思ってるのが2つ目で、3つ目、これが一番今なんていうのかな、状況的にというか難しいと思うんですけど、まあ、外ロケをもっとやっていきたいなって今年は思ってます。今までちらほらとはやってきてるんですけど、外をね、まあ自分でしながらっていうのはほとんどやったことがなくって、まあ自分で外カメ構えて喋りながら歩いてるような、なんか旅番組の安っちい版の安っちい版の安っちい版みたいな、川越とか行った時の上がってると思うんですけど、ああいうのじゃなくって、なんか本当に自分でカメラ持って、なんか食べ歩きみたいなんとか、もっと なんだろう、まあうまい言葉がちょっと今見つからないんですけど、こう自分でなんかそういうちょっと旅っぽいことみたいな、歩いて喋ってみたいな、ちょっと Vlog っぽい感じっていうのかな、っていうのをもっとやっていきたいなっていうのが思ってるんですけど、ちょっとまだこのご時世どっちに転がっていくのかわからないんで、なんとも言えないんですけど、ぜひそういうのができたらなっていうのはすごい思ってるのが3つ目、これが一番最大ですね今で。4つ目はもう補佐的な部分なんですけど、まあ撮影をこうやってやっていく中での丁寧さをもっと上げていきたいなっていうのが今年はあって、今ちょうどですね、色が変わったなって思ってくれる人はまあさすがだなっていうところなんですけど、今照明焚いてて、俺この部屋、今までずっとあの部屋の蛍光灯の明るさだけで動画を撮ってたんですけど、今年からはちょっと照明を焚こうと思って、そんな高い照明じゃないですけど、LED 照明を焚いてます。いい意味でも悪い意味でも見えちゃいけないものが見えるのかもしれないんですけど、こうやって照明を焚いてちょっと、なんだろうな、ぽくしてみただけというか、
だけなんですけどね。とかまあ、だからもうちょっとテロップとか、そういう細かい部分も、なんかもうちょっと自分で綺麗なカットつなぎになるようにというか、自己満でこれでいいやみたいなところをもっと削ってって、見た時に見やすくなるような動画、まあ、BGM とかもそうですし、今こうやって撮ってる音のピッチとかももっとちゃんといじって、ちゃんと綺麗に整えられるぐらいの動画にしたいなっていうのは、いつも今後は心がけたいなって思ってます。自分の耳で聞いてる音と皆さん YouTube に上がってるので見る音っていうのが、まあ、多分どうしても違うくはなってしまうと思うんですけど、その中でもなんだろう、不快感をちょっとでも覗けるというか、俺の声自体がいい声ではないので、まあ、不快に思う方ももちろんいらっしゃると思うので、それをちょっとでも気にならなくできるような、なんか処置というか、そういうのができたらいいなって思ってます。そこはまあちょっとずつ成長していく部分を見ていきたいだったなと思ってます。で、5つ目が、まあ、結構前々からよく言ってるんですけど、更新頻度をしっかり決めるっていうことをやっていきたいなって思ってます。まあ、前もなんか動画で答えるごとに、なんか配信公開する曜日を決めるだとか、ちゃんと月何本やりますみたいなことをいっぱい言ってきたと思うんですけど、それがちゃんとできていないというか、口だけになってる部分がすごい多くて、それは本当に申し訳ないことだし、自分としてもそこは甘い部分だっていうのをすごい認めてるからこそ、今年2021年は本当に月何本とか、月水金なら月水金に動画を投稿するとか、そういうしっかりした決め事を自分で持って動画を制作していきたいなって思ってます。本当に多分去年とか本数がめちゃくちゃ少なかったと思うんですよ、前の年に比べて。だ、そういうことも本当に起きないように、ま、年こんぐらいのペースみたいなのはしっかり自分の中でもっと真摯に向き合ってやっていくかなっていうところが、今年のやっていくことというか作っていくことだと思います。なのでこの5つをね、しっかりやっていって皆さんにお伝えしていけたらなって思います。なのでね、今年2021年もこんな未熟で出来が悪い人なんですけど、小さな巨人家学ランセシユキヤという人間の動画を見ていただけたら何よりもありがたいなって思っています。ということで、今年も何卒よろしくお願いいたします。ということで、今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。本当にね、2021年もアイドルと自分となんかいろいろなことが起きるとは思うんですけども、その中でもどん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 突っ走っていけたらなって思ってます。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイチャー。